皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？私たちはみんな過去、現在、未来の3つの時空を生きています。この3つの時空をいいバランスで生きられるのが理想ですが、人それぞれタイプがあって、みんな何がしか生き方の癖を持っているようです。今日は自分のタイプに気づいて、3つの時空をバランスよく生きられる秘訣をお話ししたいと思います。1つ目は、未来にとらわれている人です。このタイプは心配性の方が多いかもしれません。将来をしっかり考えて、今準備をするのは、いいことだと言われてますよね。でもやっぱりバランスが必要なんです。未来にとらわれすぎると先の準備ばかりして今を生きられないということが起きてくるんです。例えば家に物がたくさんあるのにどうしても捨てられないというのは、捨てたら将来後悔するんじゃないかなって心配していることが大きな理由です。つまり未来にとらわれていて、そのために現在が犠牲になっているという状態なんです。じゃあその未来が実際来たら快適な部屋になるかというと、その時はさらなる未来のために今を犠牲にしてしまうんです。これではいつまでたっても今現在を楽しめる日はやってきません。未来にとらわれている自分に気づいた時は、自分の人生はなんとかなるという安心感、人生への信頼感を育むことを意識してください。二つ目は、現在にとらわれている人です。このタイプは、やるべきことよりもやりたいことを優先します。将来のために今努力することが苦手で、まあいいかと今の気持ちに流されて後で後悔することになりがちなんです。このタイプの人は今を楽しむことは得意ですが、行き当たりばったりなので、本来なら避けられたはずの問題を招いてしまうことが多いんです。もしあなたが現在のとらわれ人なら、完璧を目指すことは一旦手放して、まずざっくりとした計画を立て、自分にも実行できる、できれば楽しめる方法を考えるところから始めてみてください。3つ目のタイプは、過去にとらわれている人です。過去のとらわれ人は、昔以前こういうことがあったから今の自分はこうなったと、過去と現在を強く結びつけて捉えています。確かに折々自分の過去に向き合って、その時は抑圧するしかなかった悲しみや怒りをしっかり感じて、その出来事が自分にとってどんな意味があったのかを整理していくことは必要なことです。でも過去へのとらわれが強すぎると、過去という檻の中に自分を閉じ込めてしまうことになるんです。せっかく能力を持っているのに、こんな自分にはきっと無理と考えてしまったり、こんなことがあったのに自分が幸せになれるわけないと決めつけて可能性を捨ててしまうからです。辛い過去を手放すことは簡単なことじゃないですよね。でも信頼できる人にじっくり話を聞いてもらって、ある程度怒り、ある程度悲しんだら、今度は今と未来の自分のためにその気持ちを手放していく必要があります。交通事故の被害者になった時に、その怪我の治療費は保険で賄われるかもしれません。でも痛みや不便さなど、全てのことが賄われたり保証されるわけではないんです。
自分の人生に起こったことがすごく理不尽で納得がいかないことだとしても、自分を幸せにするために前を向くことが必要になる時期がやってきます。あなたの今と未来を過去の犠牲にしないためです。どうしても相手を許せなくて怒りを手放せないということもあるかもしれません。当然ですよね。こんなことをされて私の人生はめちゃくちゃになったと、不幸を生きることで自分の人生をかけて復讐しようとする方もたくさんいらっしゃいます。でもその復讐は幸せになることで果たしてほしいんです。あなたは私をこんな目に遭わせたけれど、それでも私は幸せになった、そんな風に果たしてほしいんです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では。